ポラです。チャルです。ポルチェラです。はい、ワンパレやっていきましょう。いきましょう。夫婦でね、スコアタ対決ということで、準恒例イベントになってきましたけども、そうですね。皆さん楽しみにしていただけてますでしょうか。まあ、恒例と言いつつね、いつもチロさんにマウントを取られて終わるというパターンなんですけど。まあまあ、そうですね。じゃ、ポロさん、今回、考えることをやめるのをやめた編成ですよね、これが。そうです、そうです。自分で考えて。自分で考えて編成してみました。なるほど。ちょっと一番最初に目に飛び込んできたのがこれなんですけど。あ、これでしょ。なんで防御掛け軸が、残滓がいるの？あれ？防御いらなくない？間違えましたね。これじゃないんです。しかも紫五条さんいるんだ。へぇ。入れました。規格外を携えたかったから。でも、必殺打ったら消えて、その後虎杖さんが出てきてまた必殺打つみたいな、そんなコミカルな、もしかして、感じですか。あ、そっか。え？まあまあいいんです。どれだったかな？あれ？変えてた。あ、これ。これ。おお。これで。これはどういう戦い方なんですかね。とりあえず必殺ゲージ上げていく。ああ、なるほどなるほど。感じでやってってるんですよ。なるほど。ちょっと紫五条さんの使い方がね、かなり気になるとこですけど。そうでしょう。じゃあやっていきますか。いきましょう。はい。やるしかないみたいだね。もうこれ一発勝負だからね。あ、おーと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 。ああ、危ない危ない危ない。もう俺いつもね、ひとまずね、ポーラさんのオートが入ってるかをチェックするようになったんだよね。恒例ですよね。恒例ですよねっていうのやめてほしいんだけどね。どうしましょう。もうここは。あれ使わないの残滓。あ、危ない危ない。敵に塩を送ってしまった。いやいや、いいんですよ。そこはね。うん。なんか不可解な動きですね。そうですね。必殺ゲージ貯めたいから、ここはもう。そうですね。では教育の時間だ。すごく不可解な感じだな。決まっていきましょう。あ、そうですか。すごく。不可解って何です？いや、不可解ってどういうことですか？ブレイクした後に叩き込まないといけないゲームだからね、これは。分かってると思うけど、ポロさん。はは、私が何も考えなしにやってると大思いですか？楽しみですね、すごく。すごく楽しみですね。もうここでこんなバフをふんだんに使っていく感じだよね。ふんだんに使っていく感じです。ここは必殺ゲージをね、とにかく上げる。じゃあバフいらないんじゃないかなって思ったんです。いや、何を言うんですか、もうぶっぱですよ。ああ、そうなんやね。お、溜まったね、渦の。溜まりました。そうですね、ここで一旦打ちましょう。マジで嘘でしょ、嘘でしょ。もう溜まりましたから。いやいやいや、みんなも溜まるし、ここは打っときましょう。いや、本当に。わー、初企画外。いや、嘘でしょ。企画外よ。いやいやいや、なになに。あ、いやいや、いいけど。そしてもうここで退散していただくと。なるほどなるほど。敵も退散するけど、多分。でもこっからそんな虎杖くんでバンバン溜まる？あ、虎杖くんは溜まる派ですね。へ、まあ、ただこのターンで溜まるかどうか知りません。それは知りません。そこが重要。え、もう使うの？ええ？あ、いやいや、いいよ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 。任せる。終わった後ってこと？いや、最後の、最後にした方がいいんじゃないかなと思ったんだけど。あ、そう、虎杖くんがいるからね。あ、バフもかか、まあまあ、任せる任せる。ごめんごめんごめん、いらんことじゃない。決まってこうぜ。対象の7対3の点を弱点に。まだまだ修行足りませんか、私。そうやな。まあまあ、ただ自分でね、しっかり考えたっていうところが賞賛に値するよ。今まで一回も考えたことなかったですか。そうでしょ、そうでしょ。それを考えると素晴らしいことだと思う。これマックス1000万なのかな。2000万。2000万。あ、でも900万。そうだね。こっからですね。うん、こっからどうなさるか。どうやろうね。どうなさるか。打っとこうかな。うん。でも何も、しょげてるからな。打ってもどうなんだろう。いや、いいんじゃない。じゃあ、打っときましょうね。で、ここからまたバフ。へぇー。これ合わせる理科がいいんじゃない。そうですね。ここはね。
ほら、見て、もう溜まるよ。届かなかったね、イタドリ。あと、ここで溜まっていればまだワンチャンやったけど。あ、そっか。あ、ちょっと増えたけどね。ピチョピチョって増えたけど。ピチョピチョしてたけど。これも攻撃した方がいいよね。あ、これ、これ。あ、ダメか。それはもう意味ないと思うよ。そうだね。まあ、バフ、せめてバフじゃない。せめてバフですよね。合わせて、もう気張るし。イタドリ君殴んないの？殴んない。ずっと気張ってるけど。力入っちゃった。そんなことある？そんなずっと気張る？とりあえずね。さあ、こっから。そうか。まあ、ポロさんへのいろいろご指摘が多くあるかとは思うんですけども。もうこれで。うん。これですよ。ね、これポロさん2000万いかないんじゃない？うそ。まあ1500いけばいいかな。私の中で今まで1000万もいかなかったから。ああ、確かに。あ、ほら、おー、1500。いや、伸びしろあるよこれ。まあまあ全然伸びしろあると思うと、だいぶむちゃくちゃやったっけ。あ、なんとか。なるほどなるほどなるほど。初見ですからね、私。なるほどなるほど、素晴らしい。え、いやいや、いいんじゃないですか。自分で考えてやるっていうのはすごくいいことだと思います。え、そうですね。ここからまたね、うん、いろいろ教えてもらって、ね、じゃあ僕変わりましょうか。え、はい、変わりました。はいはい、僕はねこんな感じでやっていきたいなと思います。全然違いますけど、私と。まあ僕ね、結構考え抜いたんですよ。久々だいたいね、もう2000万超えたらいいやと思ったんだけど、うん、今回原特性だったじゃん、うん、だからパパ使いてえと思っていろいろ考えたんですよ。なるほど。最終的にここに行き着いたというところでね、ちょっとやっていきたいなと思います。全員まとめてぶっ飛ばす。じゃあいきますよ。宇宙さん、これ目標は？山臭いのが出てきた。目標はポロさん超えです。いや、行くぞ。え、さっきなんかもう2000万以上目指す的な、もうすでに言ってましたけど。はいはい、私も超えてらっしゃるすでに。いや、これね、結構ね、振り幅があって。ああ、そうなのね。そうそうそう、あの、運もあるの？運がある、本当に。早くリンドウちゃんが死んでくれて、パパが倒さないっていう、うんうん、そのね、2つが必要で。あ、わざと倒されるってこと？あ、そう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 。行くよ。で、その間に、うん、あの、伏黒さん、必殺ゲージ貯めるみたいなね。すごい頭使ってますね。あ、でもこれ結構みんなしてるよ。あの、トゲちゃんとかもそうだし。うん。あ、必殺ゲージ結構強いんだね。そう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 。敵も。なんでなんでリンドウちゃんばっかり。あの、引き付けしてるから。あ、そうなのね。うん、いつでもいいわよ。チョウさん、女性をおとりに使ったということでよろしいでしょうか。ちょっと言い方がね、ここで、うん、あの、パパが倒さんどけば、あ、なるほど。そうそうそう、耐えればね、敵が。あー、よかった。あ、じゃあもうこれ最高記録出るんじゃないですか。これはいい感じですよ。いつでもいいわよ。もう一展開。あ、いい感じです。いい感じです。おー、ダウンしましたね。気は熟したぞ。いつでもいいわよ。いい感じですね、これ。いい感じですよ。うん。カバーお願い。でもパパの必殺ゲージ上がる？上がるね。そうそう、パパ上がるんですよ、意外と。意外と上がります。すごいすごい。意外と大丈夫なんですよ。なるほどね。あとね、このね、マイさんがどれだけデバフしてくれるか、あ、そういう運要素も入ってるから。気は熟したぞ。いつでもいいわよ。任せろ。こんな感じですね。お、じゃあもうここで効果力が出るはずですね。ほら、結構デバフしてくれてるでしょ。すごいすごい、かっこいい。せっかくさ、ゲットしたし使わんとなと思って。そうね。全て問題の見た、3600万、パパ。一回で一回で、一発で。何なの、5000万？5000万ですね。なんで、何なの。5000万って何なの。
これね、結構いろいろ考えたんですよ。へえ、考えれるのがすごいよね。いやいや、結構ね、あの X とかのツイートとか、うん、いろんな方が発信してるのを参考にさせていただいたりとか、あと自分なりに、うん、自分のパーティーだったらこういう構成がいいかなみたいな、いろいろ組み合わせでこうなった。なるほどなるほど。カンニングをしてらっしゃったということでよろしいでしょうか。まあまあまあ、カンニングっちゃカンニングかもしれない。私初見でって言ってたんだけどね。何も X も何も覗かず己の力だけで。まあまあまあ、いろんな人の意見を参考に自分のパーティーだったらこうかなみたいな感じになったっていうところですよ。あ、なんか疑惑がね、疑惑残りの、はい、ということでね、5400万。一応ハイスコアは6000です。6000、うん、これ同じことして結局マイさんのデバフがどれぐらい当たるかなんよね。それでちょっと上がるか下がるか的に、ね、そうそうそう、それによって変わるから、ほら6100万がマックスなんですけどね。すごいですね。うん、今回は結構伸びたね。だけど多分ね、パパにこだわられたらもっと出ると思うよ。嘘。多分。そんなに？多分ね、自分でバフできるあの原因たどりさんとか、うん、だともっと出るんじゃない？いや、私使ってました、原因たどりさん。使ってましたよ。いや、使ってたけどずっとさ、あれしかしてない。あ、決まってましたね。決まってましたよね、ずっと。一撃も放たずずっと決まってたんじゃないですか。あれは火力云々の前の問題ですからね。ちょっとチェロさんにまたしてもらいましょうか、私の端末でどれぐらい火力が出るかという。そうだね。はい。ということでね、こういう結果になったということで、はい、コロさんへの罰ゲームお待ちしております。いやいや。はい。では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。